トワイライト連邦共和国 V6 です。今日はですね、ちょっと前の動画で Linux を久しぶりに使おうかなとかいうお話をしましたけども、まあ苦戦苦闘しまして、何回も何回もやり直しをしながら、まあまあ自分でちょっと学びたいというところもありましたので、別にその手間はいいんですけども、今ここに 64GB のこれ東芝の 64GB のUSB メモリーです。まあドンキで2500円ぐらいで買いましたけども、この中に、OS とそれからいろんなアプリケーションが全部入ってます。なのでこれを例えばノートパソコンに挿して起動するとハードディスクとか SSD は一切使いません。USB だけで完結します。で、まあだから実際に使うのはノートパソコンの CPU とかメモリーとか、画面ディスプレイだとかキーボードだけになりますね。OS の、まあ、OS は Windows 10が SSD に入ってますけど、これは一切使わずに USB メモリーだけで一通りのことをすることができます。で、 Linux もいっぱい種類があるので何にしようかと思っていろいろ試したんですけど、結局 Linux Mint の最新版が 19.1 っていうバージョンのやつにしました。いろいろ試せるんでね、基本的に無料ですので、ほとんどのディストリビューションは無料ですので、いろいろ試して自分に合うものを、インストールして使うといいと思います。で、1円もお金かかってないんですよ、 USB メモリー以外は。例えば Windows ですと、そう、 Windows そのものももちろんお金かかりますけども、例えばその、まあ、仕事でね、ワードとかエクセルとかパワーポイントとか使われてる方いると思いますけども、これだってマイクロソフトオフィスっていう有料のソフトなんですよね。いや、それをオフィススイートって言いますけども、そのオフィススイートもですね、フリーのやつがあるんですよ。リブレオフィスとかオープンオフィスとかで、それも無料で使うことができますので、結果的にですね、ブラウザも Google Chrome、まあ最初 Firefox 入ってましたけど Google Chrome にして、まあブラウザと Office とあとメールソフトがあれば、まああとは音楽再生したりとか動画再生したりとかいうふうなソフトさえあれば、まああとは別にいらないちゃいらないですよね。まあ別にいっぱいあるし無料で使えるのでいいんですけどね。なので、要はノートパソコンで、自分のノートパソコンでこの Linux を使おうというふうに思って作ったんじゃなくて、持ち運んでおけばどんなパソコンであっても挿せば使える。その外部の OS とかね、環境に左右されずに、自分がいつも使ってる Linux がどのパソコンでも使えるっていうメリットがあります。ただね、デメリットもありまして、やっぱり USB メモリーって基本的に遅いんですよ。入出力がハードディスクとか SSD に比べてはるかに遅いんですよ。なので OS もそうですし、そのデータもそうですし、いろんなデータを USB とパソコン本体との間で USB だけを介してやり取りするっていうのはちょっとなかなかきついものがありまして、とろいんですよ。だから普段 Windows 使ってるようにこうサクサクサクっと動かすのはちょっと最初から無理がある。 Linux 自体はものすごく軽いんですよ。だから極論はもう Windows XP とかねしか動いてなかったようなパソコン、今は Windows 10は入れても動かないような、もう古くて、とろい、もうあとはもう廃棄するしかないパソコンでも Linux だったら動くんですよ。だけどさすがにね、 USB だと、USB とパソコン本体との間のバスがやっぱ細いので、入出力が遅いので、どうしてもそこがボトルネックになって実用にはあんまり耐えません。はい、いくら Linux が軽くても USB の速度が遅いのはどうしようもなりませんので、 USB 3.0 なら大丈夫かもしれませんけどね、 2.0 ではちょっとね、普段 Windows 使ってるような実用性にはちょっと足らないので、まあ、あくまでも非常用であったりとか、
どうしても外で自分のパソコンがなくて使わなくちゃいけないっていうような時に、便利なのと、あとは自分で勉強用ですかねにしてます。でただね、オペレーティングシステムっていっぱいあるんですけど、今一番普及しているのが、Windows であったり、それからもっと昔はね MS-DOS っていうのがあったりとか、あとは Mac の系統で MacOS っていうのがあったりとか、スマートフォンに使われている Android もそうですし、iPhone に使われている iOS も OS です。で Linux っていうのはもともと Unix っていう商業産業用の有料のオペレーティングシステムから派生した無料のものなんですけど、結構長い歴史で基本的には無料ですので誰でも手に入れることができます。で、例えばね Windows のパソコンがちょっとおかしくなった時に、これはハードディスクがそろそろやばいなってなった時に、Linux から起動させて、USB の Linux から起動させて Windows のハードディスクの中身を読んで、そこからファイルを救出する、サルベージって言いますけど救出するっていう方法も取れますし、なんか本当に困った時に使えるっていうのはあると思います。あとデータのやり取りもね、Linux は EXT4 っていうエクステンディットファイルシステムやったっけ、というファイルシステムを取ってるんですけど、残念ながら EXT4 は Windows からは見れないんですよ。だからこの USB メモリーを Windows の OS で挿しても見れないんですよ、中身が。なので、この 64GB の USB メモリーの前半 10GB を Windows でも読み込めるように FAT32 っていうファイルシステムでフォーマットしてパーティションで切って、であとの 55GB ぐらいをLinux に当ててるんですよ。そうすると共有したいデータが あるいは Windows とのパソコンとの間でやり取りしたいデータがある場合には、その FAT32 でフォーマットした方にデータを入れておくと、どっちでも、ファイルが使える、共有できるっていう仕様にしてます。がただね、実際にはドロップボックスとかね、ああいうクラウドサービスがありますので、クラウドにインターネットでクラウドを通して同期させれば、別にわざわざ USB メモリーをこうガチャガチャ差し替えてファイルをコピーしたりする必要もないので、そこまで気にする必要はないんだろうとは思います。だけども、そういうそのオフィスもメーラーも、メーラーってメールソフトですね、それからブラウザーもね、 Google Chrome であれば Google アカウントで、ログインしてしまえば普段使ってる Windows のパソコンと勝手に同期しますので、例えばその拡張機能であったりとか、ブックマークだったりとか、そういう、あとあれですね、パスワードとかね、ログインのパスワードとかも全部同期しちゃいますので、別に Linux だからといってなんか特に不便があるということではないです。ただどうしてもスピードが遅いのでボトルネックがそこにあるというところだけですかね。再配布も自由なので、所詮無料ですからね、再配布も無料ですので、自分だけのに必要な、例えば日本語環境であるとか、それから自分に不要な最初からついてるソフトを外したりとか、あるいは自分に必要なソフトを組み込んだりとかして、もう一回、起動可能な再配布ができるパッケージにすることもできるんですね。そうやってバックアップを取っておけば、そのバックアップした USB メモリーとか、バックアップを取った DVD とかいうのがそのまま起動ディスクになるっていう、そういう便利なところもありますよね。だからバックアップ取った USB メモリーから起動させれば、そこからなんか復旧させるとかいうことではなくて、そのままそれが使えるという、今まで通り使えるという、そういう手軽さはあるんじゃないかと。どうですかね、海外に行った時にこう日本語の入力が、今は比較的簡単にできますけどね、できますけども、例えばそういうのがないところに行った時とかね、Linux で起動させれば、自分の日本語の環境が入ってますので、デバイスも例えばキーボードとか画面とか、そういったのも勝手に認識して
インターネットからドライバー取ってきますので、どんなパソコンであっても基本的には動くという、しかも非力なねパソコンであっても動くというメリットはありますが、まあやっぱりその USB っていう弱さがありますので、USB メモリーの弱さがありますので、そこを快適にするのはなかなか難しいかなというふうに思います。まあ、外付けのハードディスクとかね、ああいった転送速度の速いものでやるといいのかもしれませんけど、そうすると今度は携帯性が犠牲になっちゃいますので、ちょっとそれも本末転倒かなというふうに思いますので、まあ常用するということではなくて、あくまでもその非常用に、あるいは勉強用にたまに使うとか、これを使うとね SSD を使わなくて済むので、パソコンの SSD は読み書きの回数に制限がありますので、どうしても余計なことに使いたくはないっていう、まあまあ神経質になる必要もないんですけど、まあそういったところがありますので、まあ、それを考えるとどうでもいいような時はただ単に YouTube 見るとかね、ブラウジングするだけとか、ネットサーフィンするだけだったら Linux でもいいのかなと。立ち上がるまで時間かかりますけど、立ち上がってしまえばまあまあ使えますので、なんかパワーポイントでなんかガシャガシャなんかすごいなんか作業するとかいうのはちょっともう USB では向いてないかもしれません。ハードディスクに入れれば大丈夫ですけどね。まあそんな感じで、もう古くて、使い物にならないようなノートパソコンがどっかに落ちてたら、それにもう Windows は無理ですけど Linux を入れてサクサク動かすっていうのも面白い方法だと思いますし、勉強するにはもってこいだと思います。無料だからといってね、しょぼい OS じゃないんですよ。もちろんユニックス系の OS ですので、非常によくできてる OS ですので、まあまあ最近になってようやく Windows とあんまり変わらないような操作で使えるようになってきましたので、まあまあ初心者でも使いやすいようなディストリビューションもありますし、また外観をねほぼほぼ完璧に Windows のようにすることもできますので、その辺のこういじくりがいっていうのはあると思いますので、まあ、まあもし興味があれば、再配布用の ISO ファイルを作ることはできますので、まあ面識のある方は一声かけてください。再配布用の ISO ファイルを作って差し上げますので、それを DVD かなんかに焼いて持っておけば、いざという時に DVD から起動することができますので、そうすれば Windows 立ち上げなくても、あるいは Windows が立ち上がらなくてもそこから何か作業することができますので、まあ、ぜひ勉強用に Linux 使ってみてください。まあまあ他にもね、Linux のディストリビューションって山ほどありますので、いろいろ試してみて、無料ですので、一度使い勝手がどうなのかなっていうのを試してみるのもよろしいんじゃないかと思います。こんな感じで今日は Linux の中間報告をいたしました。まだまだ完成してないんですけどね、いろいろ試しやってますので、自分の満足にいくようなものに仕上がればまた紹介したいと思います。今日は以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。